426回とかありますもんね。みたいな感じで、何見ていこうかな。ブラックロックシューター全量これにしようかな。あれ、ブラックロックシューターって今、あんのかな。確かさよならしたよね、この曲。まあいいや。それではこのブラックロックシューターを見ていこうと思いますが、画面、画面。ひどい、ひどい。斜めってるよ。大丈夫？画面が未来に見据えてるけど、これ大丈夫？大丈夫なのかな、これ。ガガ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 。そうね、これほんとも最初ゲーよ。ほんといやらしい、これ。この低速でね、何人の方がお亡くなりになったのか。数え切れない犠牲者を出している。いや、懐かしいブラックロックシューター。これほんといい曲なんだよね。ボカロの中でも相当好きな曲かもしれません、これ。Tell Your World とか最高ですね。ほんともう神曲、神譜面なのに、さよならしちゃったらもったいない。この頃、ソライガの頃はゴニパッパっていう名前でやってたんですよね、ここ見ると。今はゴニハっていう名前でやってますけど。ちょっとした歴史ですね、僕の。いや、いい曲。いや、もう楽しそう。もう見てて楽しそう、この譜面。見てて楽しい。美味しい。なんとかだったかとかとと。絶対カッカカって入れるだろ。やっぱ入れた。いや、入れたくなるもんな。わかるよ。カッカカって入れたくなるよな。今でも俺入れる気がする。いや、もはやね、どんだんの8割、あそこカッカカって入れるんじゃないかな。多分それぐらいみんな、世界共通認識あれにいると思ってます。ふふ。たたたたんたん。いや、いいね。このまま全量でいくのかな。あ、タイトルに全量って書いてあるしね。おー、中華中華。いや、いいなー。ピースピースしてる。ピースしてる。これ曲がってるの気づくのかな、仮面。このまま終わんのかな。このまま終わりそうですね。はい。